はい、じゃあ今現状動画で出ていますのは、昨日行われたマスターズ N1 Day 1 E の様子です。今回の N1、参加者、地域がですね、5都市になりました、福岡、大阪、失礼、4都市です。福岡、大阪、名古屋、東京の4都市にて開催されました。トータル延べの、参加者数は262名。この現在流している様子は昨日行われた Day 1 E の様子ですね。はい、Day 1 E の様子をお送りしてます。はい、まあ、今回も多くの新、ニューカマーからベテランまで多くのプレイヤーが参加した N1 トーナメントなんですけれども、今回は、ポーカースターズ .jp が協賛に入っております。優勝は、APPT10 マカオの、25,000香港ドルメイントーナメントメインイベントに合わせて、マカオポーカーカップ24の2つメインイベント、12,000香港ドル、マカオ宿泊9泊にエアー2往復がついた、分かりやすく言うとメイン2本が優勝にプライスとしてついてます。で、2位は、12,000メインイベントが、ついて、3位までが、エアーがついた状態ですね。入賞は7位から、4位5位が、マカオポーカーカップ6000にベビードラゴンに、6位7位がマカオポーカーカップ24の、4000シックスマックスのイベントが入っております。この上、これは、昨日行われた Day 1 E の様子です。はい、現在さあですね、はい、マスターズ 2015N1 ファイナルテーブルとなりました。実況解説席には新たな解説者が、カマージョイン配しております。先ほど10位で N1 終了しましたトミさんです。どうもあれ、はい、あれ暗いですね。暗いですね、飛んだんで暗いです、はい、まあまあですね、はい、フリップ勝てないんで重要なフリップ勝てないんで勝てないんで、はい、はい、どうでしたか N1 トミさん、終了直後ですか。いや、まあ特に何もないですはい、あんまり反動が入んなかったんでね、ブラインドきついんで、はい、まあしょうがないかなって。なるほど、まあ、しかしそこはまあでもハンドの勝負でするようなプレイヤーじゃないですかね、トミさんは。全てを見た上で、まあ、そうですね、ジャック4でスティールオールインしてましたね。スティールオールインしてましたが、でも私も見てましたね、あそこはすごかったですけれども、まあしょうがないです、しょうがないですね。さあ、ファイナルテーブルとなりました。現状チップ量はですね、現在カウント中なんですけれども、シート順番にいきましょうか。1番がマックス又中さんね、マックス又中が正式名なんですか今こいつ、マックスとしか書かれた印象的に言うと、はい、あの一番成績も上げてるし、タイトにアグレッシブに似てるのが世界の又中ですね。2番の看板屋さんは、はい、さんです。結構ね、レンジは広くて、はい、オールインレンジ、今日もオールインコールでバシバシ飛ばしてったプレイヤーね。で、3番が SY さんですね。彼はでもチップ持ってる時に序盤タイトすぎて、うん、まあチップをあまり減らさないプレーで、増やすプレーよりも減らさないプレーを、うん、ああなるほど。で、4番のルナちゃんは普通にオーソドックスに、うん、あのプレーしてたかなと、直前結構削られて。5番が恩田さん、5番は、多分恩田さんが、恩田さんが多分ね、一番トリッキーに打ってたかなっていう。これかなり持ってますね、恩田さん。そうだね、あれ青が5万点でしょ。青5万点です、あ、帽子ですか。トミさんいつも同じですか。帽子10個ぐらいあります、はい、これ塩野さん邪魔ですね。あ、いなくなりましたね今楓さんのところにいるのは、今ちょっとまだプレイヤー着席してないのでわからないので、ちょっとじゃあ飛ばして、9番テーブルは帰ってきました。俺帰ってきました、そうですね、5番恩田さんですね、かなり持ってますね。そ
ですね、小田さんは J1 もなんか調子よくいい感じだったので、うん、これってどれが放送されてるの？こっちがOK です。さあ6番、7番、8番とちょっと今着席してないんですけど、9番が今座ってるのがすみません、これギリギリあれですけど、空房から誰か、あ、ゆうさんですね、9番ゆうさんですね。ゆうさん今回かなり先ほどのテーブルではショートから盛り返して、そうですね、ゆうさん一時ショートでしたからね、そうです、あんまりね入れないんだよね、入れない、うん、あ、だからコミットしててもコール止まりで、うん、はい、それがうまく絡んで、はい、あの現状維持をずっとしながら増やして、まあ俺との、ね、大きいフリップでね、はい、勝ったっていうのが、なるほど、まあああいうところでポケット対2オーバーとか、はい、まあ、避けるべきなんだけど避けれない状況もあるから、はいはい、2人とも、アベレージ以下の時に、うん、5人6人のテーブルだと、はい、あの 20BB、同士だから、まあ、3ベットがもうオールインになっちゃう場合がほとんどだから。ちなみに視聴者にはトミーさんがどういう人物かというのはちょっとわからないかもしれないので、普段トミーさんやってるどこでやってるんですか？え、それノーコメント。ノーコメント、はい、情報なし、はい、あ、誰だこの人、デポです。デポ、はい、デポと、はい、たまにエッジとエッジとクラマエ、クラマエ、はい、じゃあ結構あんまりライブでは、そうですね、アミューズは年に3回ぐらいやってますね、はい、なるほど、もうすごいあれですね、レアな感じで。クラマエなんて行ったことあるのかよ。今年はないですね。たまにしか行ってないんだ。じゃあちょっとここでチップカウント出ましたんで、紹介していきます。1番シート又中さん85万2000、あ、又中増えたね、はい、2番シート看板屋さん17万9000、3番シート SY さん65万2000、4番シートルナさん48万9000、5番シート恩田さん124万2000点、6番シートチップリーダーね、はい、そうですね、チップリーダーですね。で、タンノイさん6番シート53万5000、で、7番ヒーさん109万点、で、7番ヒーさん、8番ナッツさんですね、8番ナッツさん67万9000、9番ユウさん60万1000点、なるほど。チップリーダーが恩田さんの124万、続いてヒーさんの109万、ショートは、看板屋さんですかね、17万9000円という状況です。看板屋厳しいね。さあファイナルテーブルのブラインドは、これ現状12000円かな、12000円、24000円、アンティ3000円です。ヒーさん7番かなんかのヒーさんって全然知らないですね、はい、そう、今回同卓もしてないんで、そうですね、ヒーさんは、どこで通過されてる方かという、でも全体的にプレーを見てた印象、タイトなプレイヤーが多くて、うん、オーバーアグレッシブいないんですよ、うん、だから、ね、あのこのブラインドで1回のスティールで取れる量を考えると、アグレッシブが出せる恩田さんとか、うん、マックスとかの方が有利だと思う。あの、うん、反動だけでプレイしちゃうと、うん、あのまあ、それだけになっちゃって、はい、あのまあ、それがね、運よく絡めばもちろん残れるけど、うん、その辺でアグレッシブサブを出してどんどんスティールディスティール化できないと、うん、ちょっときついかな。なるほど、うん、はい、じゃあ現状総スタックは631万9000、アベレージは70万ですね、はい、で進行しております。さあコメントいくつか拾っていきましょう。トミスさんいつも同じですか、帽子さっき言ってましたね、参加参加費すごい予定だったな、ちょこちょこ止まってるの、ね、人生さん次ブライトいくらなんですか。次は、1万5000、3万ですね、レベル23になる予定です。さあディーラーはほのかさんです。あ、変わりましたね。え、待ってください。あ、今1万2000、2万4000ですね、今ボタンを決めております。ファイナルテーブル9名でスタートしますが、入賞は7位からです。7位のプライズ紹介していきましょう。7位のプライズは
マカオ本格カップ4000香港ドル分、ちょっと省略金額、6、7位が4000香港ドル、4、5位が6000香港ドル、ベビードール、3位から6000香港ドルに、エアーと、ホテルがつきます。2位が、メインイベント、プラスエアーホテル、1位が、2発分ということで、マカオ香港2万5000香港ドルのメインと、マカオ本格カップ1万2000香港ドルプライスがきます。7位から入賞なんで、はい、もう一人して飛んで8人になった時に、はい、まあそこにこだわる人がいるのかどうかですよね。そうですね。まあ看板屋は 100% こだわらないんで、そこだわらないんで、はい、始まりました M1 ファイナルテーブル。さあどうでしょう、これ多分普通にオールインコールになるんじゃない。本当だね。2番シート看板屋さんにエースキング、9番シート4歳にクイズ、どちらかみたいにオールインコール普通の、はい、でもエースがもう2枚見えてるから、うん、全然これフリップ勝負じゃなくて、うん、これクイーンズの方が有利、有利ですね、こっちから見てるとね。あれ、森さんポーカー詳しいですね。そうですね。どこでやってたんですか最初は。最初は、まあ、僕海外に住んでたんで海外でポーカーを覚えましたね。あ、出ましたね、エースキング対クイーンズ。まあ、これは多分クイーンズ勝つでしょう。看板屋さんがここでちょっとアウトだね。頑張ってほしい看板屋さん、頑張れ。さん、ジャック6、キング、もっとキング拾いました。ここはキングもう一枚出るのか、これ看板屋って感じだな、これ。エースは抑えてもキングがあるぞと。エースあと1枚しかなかったんだけどね。これでショートがいなくなって、はい、いるともうちょっと面白くなると思うんですよね。そうですが、ここは実際ユーさんが今アベレージが60万、構え17万ぐらいだったっけね。そうですね、さっき今アベレージ 28BB でしょ。そうですね、 28BB、 17万6000。本田さん取引、その通り、そうね、本田さん取引。あ、ギルドで観戦したい、ギルド来てください。俺看板ちょっと息吹き返したね。これすごいですね。他のプレイヤーからしてもちょっと看板さんが息吹き返すことでちょっと脅威に感じるプレイヤーも。20ビビ超えたからね、また、はい、これだとさ、ハンドが見えるからさ、プレイヤーのテルトがすぐ分かるよね、うん。看板やっぱ思い切りがいいから BB 数持ってるとドーンと来られると、はい、やっぱタイトな人は凍りづらいんだよね。しかもね、この3番チート、うん、4番チートはハンドないと凍れないから、はい、この辺なんだよね。蔵前にも来てください。蔵前来てください。蔵前行かないんですか。蔵前、ああトミがね行かないからね。あ、すいません、トミたまには行ってあげてください。行ってあげてくださいよ、ちょっと。はい、じゃあ年3回をちょっと年4回ぐらい、5回か。そうですね、 F1 調査、N1 だけで。N1 だけ。あ、でも調査勝ちました。調査勝ってます。はい、勝率だけで言えばいいです。え、今年海外渡航はありました。マニラ行きました。マニラ、はい、どうでした。マニラは、はい、59,000で相当のドミリ勝ちを負けて負け、あ、はい、でメガスタックは残り10人で、はい、ナットフラッシュが1万アウト引かれて、はい、ソフラに負けました。はい、まあやられたってことですね。やられた、方角が良くなかった。方角が吉報ではない。なるほど、はい、さあハウテーブルではスワイスさんのエースキング対ナッツさんのキングクイーンの戦いになるか。ルナさんはこれ今ちょっと表記出てませんが、そうだね、ルナがビッグですね。ルナさんビッグ、彼ね、あの3番の彼は結構スリーベッドスティールが多くて、あ、多いね、はいはい、結構ねデカめに打つんだよね。おで、これに対してキングクイーンが19万でフラットするかどうかっていうところなんだけど、はい、19万打ってるから、うん、スタック的に多分彼3分の1なんだ、うん、だから多分フォールドだと思うよ。なるほど、うん、そうだ、20万スタック3つ見えるでしょ、だから、はい、60、うんうん、80ぐらいでしょ。なるほど。でこういうのって実はコールドかなりきついから、うん、本当はもっとエアーでこれができるプレイヤーとかいたりすると、まあ、厄介そうな感じですね。
さあ、ナッツさん、ここはどう出る。さあ、コメはリアルタイムで拾えますかというところで、コメはリアルタイムで拾えます。いや、リレーしてますよ。放送自体はそうです、リレーしてますね。はい、さあ、ここは SY3 歩とかクトクトところで、トミさんのトイレ降りましたね。さあ、残り9名、8人目の N1 のチャンピオンになるのは一体誰なのか。マスターズ2015、これ楽しみ方の一つとしては、はい、ハンドが見えるから、はい、プレイヤーがハンド持ってる時どうっていう時の姿勢とか、うん、目線とか、はい、時間とか、うん、そういうのをあの見ながら見てると面白いです、ね。なるほどね。あれ、これちょっと待ってください。看板やビール飲み出しましたか、これ。看板手前でこれアルコール補給入ってますね。これ完全にビール飲み出しましたね、はい、これ。これ多分、はい、タノイさんレーズ、はいはい、ルナが凍るかどうか。タノイさん平均で、オンダさん多分凍るから。さあ、どうなんでしょう。さあ、これルナ凍ったらオンダさん間違いなく凍ると思うのね。さあ、ザガンからタノイさんエースキングでオープンです。6万点のレイズ。さあ、どんどん降りていきますよ。ここはユウさんがここでジャッキングジャック。どうですかね、ここ。これ普通にフォールドで、そうですね、ユウさん降り、ルナはルナちゃんタイトだから多分ギクイン降りちゃうと思うんだけど、はい、ワンダーザガンのレイズだからフォールドいいと思う。多分オンダさん凍ると思うんだよね。あ、ま、SB 凍ったら間違いなく BB 凍るし、オンダさんは、さあ、ルナさん凍るですね。オンダさんはとなると、オンダさんも間違いないでしょ、凍るですね。さあ、これでスリープレイヤーになりました。さあ、ルナさん、オンダさん、タンノイさん、オリジナルレーザーはタンノイさんです。さあ、ボードエースを打ちました。7-8、これは、まあ、普通にオンダさん多分ドンピしちゃうんじゃないかな。そうそう、タノイさん、タノイさんかなりでかいレースすると思うよ。はい、まあ、レインボーだからオールイン、これね、あ、オールインで、オンダさんダウン。だ、これすごい良くない。ルナちゃんダウンしまして、オンダさん、うん、で、これ悩んでるフリだから完全に、うん、トミさんって将棋界であの有名、これ絶対俺のトミさん、これ将棋界であの有名な、これ絶対俺の仲間だと思うんだけど最近何将棋ハマってるんですか。2ヶ月前に始めたんだけど絶対嘘、嘘の本当だよ将棋、へぇ、オンラインでやってるのか。まあ、そう、仲間内でね、仲間内で、ね、さあ、これ単独散歩とか。そう、だからこれって結構、うん、エースジュースでエースヒットでアンダーズガンに対してドンクっていうのはもうチップヘルプレイでしかないから、うん、あんまり良くないか、あんなレインボー。いいこと言うね、うん、さあ、現状実況解説に関しては私今日チップがなかったから、ああいう時にエアでレースとかほとんどできなかったんで、ね、そう、俺たちね、全然ポーカーできてないからねチップがねえから、まあ、だからもう、ハンドない時にタイミングでレーズスティールとか、それがやっとだよね。さあ、進行しておりまして、マスターズ N1 ファイナルテーブルです。現状9名が残っている状況、入賞は7位からです。さあ、残り2名、これは多分マット、レイズ、あ、じゃあユウさんオールインかレイズで、マット、エース9はコールかフォールド、まあフォールドで、オンダさん多分コールだな、ビーナー。ユウさんここでスクリーンで5万5000です。で、マット、エース9でちょっといいから、後ろのスタック確認して、ポジションもあるから、コール。で、これ、実はコールで回ったら、オンダさんはでっかくレイズインとかしてもいいと思うのね、ペアだから。そうね、で、まあ、ポールドだよね。なった、降りた。で、多分、オンダさん、コールか、レイズすると思うんだよね。あ、降りた。あ、まあ、あいつ、ショート、後ろショートだったからかな。これで、スチール成功です。まあね、オンダさんってね、ちょっとは、不思議なとこがあるんだよね。どういうとこですか。まあ、結構トリッキーなんで、はい、先ほども、まあ、そんなに深く知ってるわけじゃないんですけど、
トミさんってあの変わってますよね。トミさんってあの外国人的なイケメンの将棋完全にこれ仲間でしょ何これ応援コメみたいな感じのやらせってこと。うんちょでうんちょまあやらせですね、まあ、やらせですね。あと特に外国人的な感じが、あ、中身の話かな。外見は全然日本人だからね。まあ界隈で英語喋らせたらね、上から数えた方が早い。本当ね、そうだから日本でもさ、外国でもポーカーやってる時うるさく喋れるじゃん。そうね、どっちもいけちゃうから。イエスイエス、オフコース。何、結構あれだぞ、ぶち切られたりはしなかったですか、そういうトラブルには。まあでかい黒人に、はいはい、少ないやつ聞いて、はい、イージーって言うからね、俺。それ何、カジノ出待ちされてるまでないですか。大丈夫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 、あのホールドアップまでないです。マニラは大丈夫。ほんとね、まあそんな感じで現在実況解説は、チグさんとトミさんに聞いていただいております。あともうすぐ、はい、アケバギルド池袋店、はい、今開店準備真っ最中なんで、はい、もうすぐオープンなんで、はい、ぜひ皆さん秋葉ギルド池袋店も。あ、これだ、ステマ感全開ですけど、はい、これだ、業務連絡が池袋店の店長から来たんで業務連絡大至急入れました今今業務連絡来てますね。これプレイヤーのエアーっていうのは何もない。あ、エアーでプライズのことかな、それともエアーで売ってるエアーのこと。違う、トミが言ったエアーのこと。エアーっていうのは、まあ、何も持ってない時とかのハンドのことを、はい、英語とかのスラングでエアーと、あの、はい、エニーツーとか、はい、エアーとかっていう、はい、そうですね。皆さん、このトミさんの解説これ聞きやすい、この放送最高。これもあのすごいあのステマ感ありますこれもあるよねこれはね、完全に仲間内っぽいね。仲間内ですよ、これ。やらせの匂いがしますね。俺ちょっとあの、フィルターしてもただ俺の LINE には何も入ってきてないんだよね。入ってきてない。業務連絡なしってこと。まあ、ちょっとハンドハンド。ハンド行きましょうか。はい。じゃあ、ここでは、7番の T さん、アイスデンス。5万5点。あと、さあ、ここで、違いますね。違う違う、恩田さんね。恩田さんがオープンですね。そうですね。で、SBBB が、SB が。これだから、ジャックキングとかでさ、ポジションない時に、レイズにコールでコールって。はい。AJ、タイトな人とかしかいないのに、はい、あんまり好ましいプレーではないよね。ではないかなと、うん、まあハンドがあればいいんだけど、あればプレイヤー。さあ、そうそう、ここボードにはエース、ジャック、クイーンとトップ。これね、もしかしたら、はい、ジャック・キングがオーバープレイしたら、はい、あのペア&ドローがあるでしょ、はい、エース10降りちゃうかもしれない、ね、降りちゃうかもしれないありますが、で多分 SB はこれ今アクションこれドンク、ドンク、ね、ドンク、ドンクベッド打ってしました7万ベッドです。でもね、彼減らしてるでしょ。だからこれが、はい、20、40、50ぐらいでしょ、はい、うん、だから BB のナッツさんが現状迷ってますが、降りました。だからでも例えばこれでキング持ちがオールインとかしてきたら、うん、エース10はかなりきついんだよね、はいはい、さあ、無敵アグロになるか。看板やビールやばそうというコメントが来てますけど、看板屋さんどうですか。ビール、あと先ほど飲んだビール、まっすぐに消えてますねさあ、マスター。さあ、マスターズ N1、ファイナルテーブル進んでおります。残り9名、今、チップリーダーは、おそらく、あ、ヒーさん、ハンド入ってますね。はい、じゃあ次のハンドいきましょう。ただ、夏さんに金が。ホーレルハンドがないよね。相手がいないね。ブラインドもいないでしょ、8番、9。夏さん、ここは SB です。SB でキングス。で、ユーさんも凍らない。あ、たま。全員降りてますね。今ハンドセンサーちょっと若干ラグがありますけれど、ああでも、全員、SB まで降りてる状況。そうですね。さあ、ダツさん、ここオープン。凍るかもな。5万6000万。上に3万だったら多分ユウさん凍んじゃないかな。なって。これ完全にさ、はい、完全にムカつくんだけど。さあ、両業界で有名なトミさん、ポーカーと将棋の違いを簡単に教えてください。これね、俺ね、
ヤクくんかもしれない。いや、ヤクくんじゃもうちゃんただと思うんだけど。名指し、名指しやりとりで。無視しとけばいい。無視しとけばいい。ポカ、大喜利したいがありますが、SB レノさん。さあ、ニュースターオリーですね。まあ、これはそのまま、現実ですね。まあ、お客さんがいなかったですね。お客さんいないです。さあ、どうなっていくのか。マスターズ M1 ファイナルテーブル、なんか結構平均年齢高えな、俺。シードの様子ですか。そうだね。そうですね。あ、ルナが眠そうですね。ちょっと可愛いですね。はい、あ、ダメですか。はい、じゃあ、あれ、ビール飲み終わった。ガソリン、あ、ガソリン、ガソリン、ガソリンで終わったね。まあ、ちなみにあの今回の N1 放送はあの他のジャパンオープンと違ってもう少し緩めの放送というのを目指してますので、はい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 、分かりました。ちぐさん、あの今年のポーカー5大ニュースをちょっと何ともかぶせて面白くないあれ、何とも突っ込んでくるね、これ。あれじゃないの、ジンジン神様に負けるじゃないの。あ、はいはいはい、なんかそれ。あ、なんかアンケートやってましたね。男としての勝負で、男としての勝負で神一に負けるっていう、大差で負けるっていうのはね、まあ、ね、可愛いといい勝負、いいと。はい、まあ、あのうちは上等もいいかなと思いますので、皆さんフランクにコメントも入れていただければと思います。フランクにコメント来すぎてるから、ね、何言ってんだよ。皆さん、先ほどがトミさんにあのいいベットが入ってますんで、トミさん反応も、トミほらちょっと今シャッフルだから、うん、ポーカーと違いを教えてください。将棋の違い、まだまだティッシュなんで。そもそもなんで将棋始めたんですか。ちょっと友達がやり始めて、面白いよって。面白いよっていうか、そうだね、それ多分違うよね。美味しいっていうところか。いや、お金かけてないから。ちょっとやめてください。大阪の通天閣の下のね、場所とかお願いしますよ。はい、これ完全にこれ書いてるやつ、後で探し出して探し出して。はい。校舎の裏連れてくる。さあ、池袋、先ほどあのちぐさんから入ってましたけれども、池袋ギルドっていつなんですか。ね、1月予定ですね。はい、場所どっちなんですか。池袋のサンシャイン通りの方って聞いてますけどね。はい、じゃあもう結構埼玉から来るくらいとかいいですね、行きやすくて。ポケ入ってる、ね、あっち方面の人はいいんじゃないですか、ね。さあ、ボード見てみましょう。タモリさんにボード出てないけどね。ボード行ってみましょう。テーブル行きましょう。6万。さあ、しかしその前の女さんから6万、6万のオープンが入りました、ね。これフラットできたら、はい、相当美味しいけど、多分スリベットしちゃうと思うんだよな。まあ、ファイナルテーブルのロケットって結構ありますよね。うん、ケンギさん、様々ありますけれども。18万。さあ、コメント、レアちゃん準備中ですかとありますが、残念ながらレアちゃんは名古屋にいると思います。あ、ヒーちゃんって方はあれだ、メルビンの友達だ。あ、そうなんですね。あ、昨日話してましたわ、そこで。あ、そうだ、はい、メルビンさんなんか近いというか、そう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 、なんかすげえ、すげえ人っていうのは聞いてました。今度かな。さあ、コメント、マニラ、そうですね、コリコですね。いや、ルースだね、いいね。喜んでる。さあ、ここは田上さん、スリーベッドで、うん、こうしたこうやって流星交代してると結果的に田上さんがどんどん増えていく。まあ、だから、うん、凍った、いいな。さあ、女さんキング10でこう、ヘッドアップです。いいボード期待したいよね、うん、上のボード期待したいよね。どうなる。さあ、ドロップはテントップベンツ6のチェック、ベッド、ホールチェックにオールインだったらホールド。でもさっきからね、当たるとドンク打ちがちだからね。まあ、ドンクって今回はオリジナルではあるんだけど、違うよ、だってスリーベッド、まあ、スリーベッド打たれてね、まあ、主導権後ろなんだけど、でも基本的にドンクベッドってアミューズの場合大概ペア、スモールキッカーか、ドローか、ミドルヒット、ドローペアとかがほとんどなの。
ほうほう、ほとんどだからセットとかでやる人もいないし、はい、オーバープレイでやる人もほとんどいないから、はい、そこがねほとんどそれだから、そこアドバンテージに取れるんだよね。あのね、ドンクについてはさっきね、テンペイで俺と結構喋ったの、ね、あ、そうなんだ、うん、で、全然推奨してませんみたいな、さっきのドンクみたいな、でもさっきいろいろ反応が出てた、あれ俺今日したっけ、俺してないよ、してない、富じゃない、うん、ね、いろいろ出てたの、温度さんがドンク打ってかぶせられてホールドしたりとか、うん、そういうシチュエーションも何回かあって、うん、俺そんな変なプレイした記憶がないから。ちなみに富さん、海外で結構ドンクはオフ見るんですか？ドンクを見られますか？ね、あんまり見ないよ、サタンネーのにオーディしたの、ってないのにチェックしたのにオーディしましたね、もったいないよね、これだってさ、レインボーでしょ、ちょっとなんか、俺とは違うっていう、ちょっとピッチャービビってる感じだよね、ピッチャービビってる、ピッチャービビってる感じ、まあまあ、だから、これをどう見るかなんだよね、バリを取りに来てるわけじゃないじゃん、凍る、え、凍った、あ、凍った、あ、でかいね、あ、これはでかいな、女さんがコールしてトップヒット対ロケッツさ、キングカテンのみない、これは結構でかい動き、完全これミスプレーだよね、だから逆に今オールインしたかったから女さん凍ったんだけど、うん、でも実際はあれでオールインできてドローがないから、うん、すげえ持ってるか A 金とか、うん、で A 金1点読みとかでして凍ったのかもしれないけど、はい、ちょっとリスクあるよね、なるほど、まあ、相手だからというところも実際にあるのかどうか、うん、もう、まあ、ちょっと両方よくわかんないね、まあ、正直に言っちゃうと、はい、だってあんなエースエースでエースズでオールインしてコーレルハンドがいくつあるのかっていうのあるし、そうです、ね、まあ、ドローとかだったら、まあ、そもそもずっとダンノイさんと同じテーブルにいて、ダンノイさんのハンドレンジ見てる中でキングテンオフで凍って、じゃあ当たってどっちが当たって何で勝ってんのってのもあるし、やっぱポジションがないのにキングテンみたいなハンドで、はい、行くとなりやすいよね、ダンノイさんってどちらかといえばタイトな感じで、それが大きくスリーベットしているわけでしょ、で大きく削ってしまった、たまたまセンター当たってね、オールイン凍ってくれたからいいよ、なんかもうあのボードでいきなりオールインする旦那さんの打ち回しも俺にはちょっとよくわからないけどね、さて、まあね、まあ、万が一なんか持っててドーンって打って今年っていうのはわかるけど、この LG コメントってさあ、ブラインド上がって、レベル23、1万5千3万アンティ4千のブラインドが上がってます、だから恩田さんこのミスでもほぼ終わったよ、うん、さあどうでしょう、分かりませんよ、いやだべ70万で20万で10万ですか、ね、というところもありますが、まあまあそこは置いておきながら、マスター 2015N1 ファイナルテーブルです、あれは凍らないね、まあ極端に言うとプリフロー凍らないけど、フロップは、まあ、若干仕方ない部分あるかもしれないけど、プリフローがさ、スリーベッドに凍れるハンドレンジではないんだよ、コメント、コメント、個人情報禁止で人事みたいな入ってます、トミさんの好きなメイドを教えてください、あ、特にいないです、嘘、メイド好きじゃないのかよ、トミ、今日今回ギルド今年3回目だ、おい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 、秋葉ギルド批判はやめてくださいよ、批判してないし、4回も来てる、4回もそうですよ、あの、全然 OK、あ、でもね、いろいろ不便だから一応できんじゃない方がいい、そうだね、さあ続けていきましょう、これやっとマットセーブできんじゃないかな、うん、またなんかね、さあ、またさんにエースナインスープットが入っております、さあ、これチップ量かなり動いてましたね、タンヌーさん、もうこれ120番もっとありますか、チップ量の隣がヒーさんのあれでしたっけ、今の1ハンドでかなり大きく変わりましたね、じゃあキングテンオフは弱い、ポジションがない時にプレイするハンドでは、うん、レイズ勝ってるのがキングナイン、クイーンジャックとかさ、まあ、2ポケ8ポケ以下とかでやっとシーズンだから、だからそれを例えば計算式に入れた時に、タノイさんが3ベッドできるハンドでキングテンが
フリップ以上になってる状況っていうのはほとんどないんで、うんうん、いやまあ負けてるとは思ってるんでしょ、一応負けてるとは思ってるんだけど、ワンチャンあるかなと思ってゴールしてるでしょ。そうで、ワンチャンが10ヒットで、うん、ただ10が当たってもね、JJ にも負けてる、同じ状態だからね。じゃあ今のハンドは JJ だったらオールインするかもね。で、又中さんがポットカットいいです。田上さんだったら、ただそのポットサイズと田上さんのちょっとあのオールインがあのオールインがなぜ良くないかっていうと、何からチップを取ろうとしてるのかっていう。そうそうそう、そういうことでしょ。レインボーで、そうそうそう、そうそうそう、でそれを裏書いて、いやだからそれもし裏を書いて、あのナッシングで下ろそうというふうにプレーを見せてるとしたら、多分そういうことなんだと思う。いやでもそんなことしてるかな。ちなみにトミさんならそこ A ならフラットですか。どこで？さっきの A。あ、ミンレイズする。ミニマムレイズ。ミニマムレイズ。はい。スリーベット。はい。でコールされてフロップは？うん、まあ、いつのチップ量によるから。今の状況だ。今の状況だったら、うん、プリフロが何万、10万ぐらい打ったんだっけ？スリーベットで。プラス15万ぐらい打つかなと、うん、でターンでオールインする、ターンでオールインコールが一番いいぐらいの額でフロップ打つ。なるほど、まあ、確か今は結果的にオールイン個人情報キイチでジンジンって言ってました。いやいや、ジンジンは大丈夫ですよ。個人情報の、いやさっきのあれですよね、対決の話ですよ、ね、最近ドンクって表現しないと思うけど、はい、違う表現します。表現します、はいはい、さあ行きましょう。まあ、表現しなかったら、はい、すいません。さあ、言っていきましょう。結構ね、注意されるのね、これ。例えば、その、クワッドとか言っちゃったりすると、クワッドじゃないんですかとか、その、結構厳しい指摘が来るんだけど、ちょっとまあ分かってんなら、まあ、特に突っ込まないで、お願いしますねっていう感じなんですけどね。まあ、なんすかね、どこに重きを置くかですよね。これね、散歩系はね、ボードペアってるからね、ペアハンドは絶対打たないとダメです。ここでひよってるようじゃダメです。4万5千、はい、その通りになったので打ちました。はい、絶対打たないです。普通でしょ。いや、どうかな。そっかね、分かんないよ。じゃあさあ、ここは夏さん、福岡代表、斜めでドンクっていうのは必須、まあ、必須ですね、うんうん、それはシチュエーションによってもそう言われますよね。ただそのさっき言ってたように、そのトップペアの時だけとかペア&フラドの時だけとかやると、それだけ相手に情報を渡してるから、あのもっと幅広くやれればプラスアルファになると思うけど。さあ、のファイナルテーブル、現在9名で進んでおります。現状ショートは、先ほどの、ぶつかりで大きく削れた恩田さんがショートとなっております。優勝は7位から。恩田さんオールインだね。コーレルハンドがないのか、ね、コーレルハンドがないね。でもね、敷いてあげればレーズインするハンド、ルナちゃん多分レーズインだ、はい、フォールドで回ってきたら SB のエースは絶対レーズだから、6万ぐらいにレイズで本田さんオールインで、コールかどうかってとこかな。コールコール、これは良くないね。オールイン。で、皆さんがチップ量を見て、これここでカウントってやっぱりあんまり良くなくて、なぜならそれをやる前に把握しとかないといけないので、これ多分、これ多分ホールドなんだよね。ドンク業界の重鎮、ドントミさんですねって言われて褒められてますよ。さすがですね。さすがです。本当、俺の目の前で言えって言うんだよな。絶対仲間内じゃん。どうかな、見てて。完全に身内コメントだと思いますけど。やっぱりね、今のはね、ルナちゃん、レイズしてプレッシャーかけてた方が良かったとは思うんだよね。コールっていうのが、この状態で。これだと、エースイートで、どうなってるのか、これ、ね、全然わからないから、ね、絶対フォールドだと思う、うん、これって多分10ジャックだったらレーズにして凍れるんだけど、うん、エース8でリンプしちゃってるから、だからやっぱりスモールビッグで、今もトミも言ったけど、はい、あのビッグの本田さんのチップ量の把握がまずできてない時点で、そうですね、コールっていうアクション選択してるってことがあまりよろしくないかなって思うけどね、うん、コールドしました。
ところで、まあでも結果的に、まあ、あの失うのは一番少なく済んだといえばそれまでなんだけど、ね、まあ、プレイヤーによったら、はい、あそこで1エースオールイン普通だから、そうだね、うんうん、さあ現在ブラインドは1万5千3万で進行しております。現在手前で、やっているディーラーはほのかさん、違うんですね、操作ですね、ディーラー操作です。分かる、まあでも俺はルナ応援してますよ。どうですか、ルナちゃん頑張ってください、頑張って応援してます。俺も飛んだんでどうでもいいです、ね、完全外野応援してます、はい、あと俺はナッツさん応援してます。あでも俺マックス優勝って、はい、いや俺はナッツさんと一緒です。富さん予想的にはなんで軽点でプリフル降りるかプリフルコールしたらトップヒットで降りないでしょっていうのは、相手がだってトップヒット以上ハンド持ってる可能性がゼロじゃないから、ね、まあ、こうやってもいいけど、それだとあの可能性として10以上のハンドが全部持ってるから、これは3番シート6万5千の9ポケ、多分5ポケホールド、オリーの田之内さんコールかな、いや、大野さんね、ワンチャンをリレーゾールインまであるよ。田之内さんはどうですか、田之内さんは、まあ、数ケットですか、コールんじゃないかな。でも、まあ、本当は3ベッドとかした方がいいハンドなんだけど、コールんじゃないかな、チップあるから。いやー、それはないな。でかいトーナメントで優勝経験、これチグさんのことですかね。でかい T 優勝経験、でかい T でってなんだろうね、トーナメント大会、でかい富でってことそういうこと、まあ、体のでかさは結構日本のポーカー界でね、優勝クラスでもねえか、そうです、わかんないです、喧嘩とかしたことないです。さあ、さっきのメイドさんめっちゃ好みだった、誰か、さっきの皆さん、ほのかさんかな。でかいトーナメントって言われるとね、そんなこと言ったら、2番の看板屋は APPT メイン優勝してるからね、マックス我々よりは違うよね、ダブルSOPね、ダブルSOPね、まあ我々はね、飛んでるから解説座ってるわけでね、そう、あまり我々にポーカーを求められてもねこれ結構当たるんじゃないかな。3番と4番シートが平均低スキントだから、6万5千、これエースキングは3ベッド入れて、ルナちゃん降りちゃうかな、降りちゃうみますかね、これあーこれ凍っちゃうかもな、なぜなら3ベッドオールだから、もしかしたら凍っちゃうかもしれないけど、でもまあでも降りる、降りる、看板屋がレイズ、看板屋さんレイズしてる、ジャック・グイーンスってことで、トルナスさん降りました。さあ、ここへ SY さんがこれで入り、ジャック・キングでしょ、あ、ホールドだと思う、奥の看板屋さん、ここで奥だと思うけど降りてるじゃん、オリジナル、ただ適切に SP 降りてるってことになる。看板屋さんレイズ、3番のシートの SY 君がオールイン、オールインしてる。さあ、ここは SP の SY が、さあ、あと10分で、ポーカースターズ中央アジアプロの一ノ瀬新聞室長さんが来る予定ですが、そうですね、そしたらね、俺らは帰ろうかね。そうです、我々みたいなアマチュアはあの退散します、構成が来たらあ、そんなこと言わずに、解説のチグさんはこの大会優勝してるんですか。あ、 N1 って意味ではね、 N1、 あ、本当だ、お、 JUB、 さすがっすなんか気持ち悪いんだけど、ドミーそんなこと言われるんだ。オールイン。さあ、オールイン入ったのは俺、実績ないんでそうでもないか、そうでもないですよ、でもいろいろあるんで、とにかくマッ
が取ってましたからね。あ、マニラ、あ、今回もそうだね、シュートアウトで。マカオでも取ってましたよね。そうですね、まあでも、そんな、なんか車の100万いくかいかない、100万いくかいかないかくらいじゃないですか、長期だと。さあ、今、オールインが入ったのは、どこだ、これ。また彼にでもキングスが入ってんだな。これは9番と9番と3番で当たるでしょ。これさ見てると分かるけどさ、はい、3番シートの彼さ、はい、かなり前のめりでしょ。3番シートね、はい、聞いてた時に、はいはいはい、もう反応見てるってことなんだろうね、はい、ああもう彼の順、彼のターンか。これどこがオールにしたのか。7番の オールイン持ってるの8番か9番がオールインしてるんでしょ。オールイン。ユウさんがオールインしたの。ユウさんがオールインした。あとなんだろう。あ、エースクイーンだ。そうだね、さあ、U3 SP に対して SY3 のキングス。さあ、入ってきます。クラブ？さあ、6、8、9、オールクラブです、ね。あ、クラブカバーしてるから相当大きいね。あ、これはオープンクルスがパンと8きました。ここで U3 がシートオープン、9位で終了です。ユウさんがシートオープン。やっぱね、この辺になるとね、ハンドないとやっぱ勝てないですよ。はい。さあ、マスターズ 2015N1、実況は私、まさしろうと、ちぐさん、とみさんでお送りしております。これで8人だった。これで8人ですね。さあ、ここから、プライズバブルです。そうですね、ただプライスバブルを気にする人はいないかな。どうですかね、本田さんがやっぱり依然としてちょっとここ厳しい状況ではありますけれども、どうですこの状況、お二人なら何考えて打ちますか。何考えて、まあ、どこのポジションで何と思ってかによりますね。ただ今ショートなのは看板屋さんと、誰でしたっけ、本田さんですよね。ですよね、この2人はあまりプライズバブにこだわるタイプじゃないとは思いますね。大丈夫です、大丈夫。逆にもうちょっと持ってる人たちが凍りきれないっていう可能性はあります。そうですね、今丹野井さん、ヒーさん、今コスト獲得したり、スワイさんがトップ3ですかね。いや、スワイさんっていう方もいますか。スワイさんって方とタノイさん、これタノイさんさ、これジャッククイーン降りたら相当タイプだよね。そう、うん、ただね、今ねチップ持ってる人たちが結構タイトな人に寄ってるんで、ね、あんまりゲームが活性しないんですよね。だからさ、ワンスティールで9万ぐらいいくんでしょ。いかないかな。1万もせ、アンティ4000万で4万5000、いくよね。6万5000。そうだから6万5000のレーザー8万取れるって相当いいんです、うん、で、3回、6万5000です。じゃあね、だからその1万5000、3万で、はい、まあアンチが4万じゃん、アンチが4000って言うじゃない、はい、だ結構アッケメギルドのトーナメントっていうのはアンチがスモールの4倍という目安を超えるケースっていうのが結構多いんで。あ、そうなんですか。うん、だからワンスティールに結構意味があるケースっていうのが、はい、シチュエーションが多いですよね。いや、アーティーが多い方が簡単に言うと、アグレッシブじゃないプレイヤーは残れない。ヘッドアップ。そうそうそう。だからよりアグレッシブのプレイヤーの方が残りやすい。残りやすい。まあ、当然そうなるとじゃあプレッションを高くしてハンド3回多くして。これでもマット勝つんじゃないかなと思うんだけど、チェックレイズとかやったら面白いかなと。カンバイさんプレイしてないでしょ。エイトファイブ。うん。チェックでタモリさんがね、あんま強そうに見えないじゃん。たたずまいが。これ、ビッグミニとか。うん、ビッグ。
昴生どこ行ったとありますが、昴生さんまだ来ておりません。来たら変わります。これでチェックでしょ。これロー出たら多分バターンスか打つと思うんだよね。これもまだか打てないかな。まだ打てないかな。ローだったら打ってもよかった。そうミドルネーム、ポーカーネームだよね。ミドルネーム一ノ瀬新聞紙です。そうですね。彼もバンクーバーでポーカー覚えてるからね。トミーさんももともとカナダ、はい、でポーカー覚えてるし。トミーバンクーバー、いやトロント。あ、トロント。トロントか。トロントカジノはどれぐらい。カジノないっす。ないっす。ただアングルが200個ぐらいあります。あ、そうなんだ。ダニエル・ニグラノもトロント出身。トロント出身。なんかフランス語ばっか喋ってないトロント。そんなことないよ、英語ってない。でも、俺がポーカー覚えたのって2003年とか2004年だったから、はい、ほとんどナイアガラとかにもカジノあったけどポーカールームはなかったし、ホームゲームは盛んだったから。何、高校の時とか、はい、ポーカー覚えたの大学。大学か、はい。北米ってやっぱホームゲームがすごい盛んなんでしょう、ね、そうだね。で、1年俺が、俺の大学ではないけど1年後輩に、誰だっけ、忘れちゃった、イオリ君が同じオンタリオ州の1個下の大学。はい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 、彼も大学で覚えてる。だから寮とかでもうポークが爆発的に流行って、はいはいはい、どこのとこ行ってもみんなでポーカーポーカーばっかり。それは何、ノーリミで、あれノーリミノーリミでもキャッシュっていうか、その時はもうほんと10ドルとか20ドルとかのシットアンドゴーとか、はいはい、お酒飲みながらやるのとかが多かった、はい、でそこで、まあ、やれば、まあ、ワンツーとかホームゲームはいっぱいあるけど、はい、そういうなんていうのかな、オレやったオレ散歩系ね。女さん散歩系。でも高齢の半、あ、松永さん高齢ね。高齢ね。しかもポジション的に凍りやすいし。どれくらいあるんだろう。20万ちょっとかな。そうですね。まあ20万。そうだね。松永さんかなりこれ。映像いいですねこれね。うん、まあ当然多いですね。岩盤屋のチェックでもあるしかない。でこうするとやっぱり温田さんは1個のミスで相当チップやれちゃったから。あとちなみにああやってこれこうチップカード投げるじゃないですか、はい、あれあんまり良くなくて、はい、例えばキャッシュゲームとかで誰かに当たって裏向きになっちゃって、はい、真っ赤扱いになっちゃった。だったら真っ赤扱いになる感じがあるんで、 なるほど、あんまおすすめしないです。ああいう風にパラッと出す、はい、皆さんいいですか、視聴者の皆さん。ファーシートオープンです。ライモンチーズ。やっぱちょっとキングデンが強い。チームしましたね。チームで終了ということで、ここからは入賞になります。皆さんおめでとうございます。あ、そういうことですね。おめでとうございます。拍手の一つもあります。白一つ。おめでとうございます。拍手あります。拍手あります。おめでとうございます。さあ、ここからはプライズそれぞれつきます。まず6位、7位が、4000香港ドルの、高価格参加券。ノーリミットボールでのシステム。4位5位が6000を超えるベビードラゴンの参加。コースは全然来ないんですけど。ちぐさんじゃあ面白い話オナシャスですって。ちぐさんじゃあつなぎでお願いします。面白い話。面白い話といえば、はい、AJPC 勝って日本一ポーカーがうまいはずの正志郎がその後ズブズブなのは何か理由があるんですかね。いやいやいや、そんなことないですよ。日本一ですよ。本当ですよね。ちょっとやめてくれ。ズブズブすぎてもなんかこうプレイヤーじゃなくてこうなんか動画とか作ったり。僕でこの前、ね、あんまり調べたら乗ってびっくりしました。自分のせい。あ、俺乗ってんだみたいな、ね、ここまで拾う。でもここ最近東京の人が勝ってないでしょ、 AJPC はね。勝ってないですね。僕2年出てないです。はい、あの予選があるのかあんまり。実際にやってないです。あ、すみさん、4時15分、到着です。15分、このメンツで。7万。すみません、はい、15分後に来るスタッフ状況は堂々の遅刻ってことね。やっぱりスターズプロは偉いんじゃない俺ね。そんな、忙しいってことかもしれない。トミさんメタルギアクリアしたの？いやまだ全然。将棋に夢中だから。将棋夢中。スタック状況はね。スタック状況。これ20枚積みだから、ピンクチップが20枚で積みで 1×20 で20万でしょ。20万ですね。だからマットが123480、90、100、120、130、140ぐらい。青チップがこれ5万だね。5万だね。うん、